1976年のコース1976年のルマン24時間レースは44回目のルマン24時間レースとして1976年6月12日から6月13日にかけてフランスルーマンのサルトサーキットで行われた。ジャンロンドーがドライブしたイナルテラ LM 新しいレギュレーションが適用されて出走枠が大幅に変更され、 従前からのグループ6に加え、この年から世界メーカー選手権に登場した市販車をベースにしたグループ5シルエットフォーミュラを、はじめ GTX、GTP GT、アメリカからイムサキャメル GT の参加車両やナスカー、ストックカーも出走を許可した。ただしストックカーの参加が認められたのはこの年のみであった。前年に復活した燃費規制も再び廃止された。 ポルシェは1974年以来の参加となるワークス参加となった。カナディアン・アメリカンチャレンジカップにターボエンジンを搭載したポルシェ917-12にて勝ち続けた実績から 500PS 以上を発揮する空冷 2142cc 水平対抗6気筒エンジンを開発、これを搭載したグループ6マシンポルシェ936を出場させた。 ポルシェの対抗馬として、アルピーヌルノー A442 ターボが参戦。エルフ石油のスポンサードを受け、タイヤはミシュランを使用し、フランス人ドライバーを使うなどフランスで固めたチームであり、この活躍でルマンは盛り上がりを見せた。フォーミュラ2用の2リットル V 型6気筒エンジンは、300PS 近くを出力していたが、これにターボを装着して、 出力は 500PS に達したという。ミラージュ、ローラなど、コスワース DFV エンジンを搭載したマシンも出場したが、耐久用に出力を 400PS 程度に抑えなければならず、ポルシェやルノーのターボ車には大きく差をつけられた。シルエットフォーミュラのポルシェ935が出場した。自らのチームで出場するドライバーのジャンロンドーが、 制作したイナルテラ LM が登場。開発にはドライバーのビッグエルフォードが加わっている。エンジンはフォードコスワース DFV を搭載している。アルピーヌルノー A442 に乗るジャンピエール、ジャブイーユがポールポジションを獲得。ポルシェゼイはジャッキー X、ジーズワンデネップ組が2位。ラインハルトヨースとユルゲンバルト組が5位。 ワークスの9 3 5カルロルフシュトメレン、マンフレートシュルティが3位という布陣。これまでにない厚さの中で行われた。スタート数周は、アルピーヌルノと2台の936が首位を争う展開だったが、11周目にイクス、バンレネップ組の936が首位に立ち、ヨースとバルト組も2位に浮上。アルピーヌルノは3位に交代した。21時過ぎに、 アンドレ・アラーがドライブするガットさん 260Z が、ミルサンヌ付近でコースを飛び出し、アラーが即死する事故が発生した。23時過ぎに、アルピーヌルノーがエンジントラブルでリタイア。様子と組の936も姿を消し、イクス組の周囲は安泰になった。11時25分、周囲を走るイクス組の936の排気管に、ひびが入るというトラブルが発生。 修理に30分以上費やしたが、順位には、影響がなくそのまま走りきり、ターボエンジン車発ノルマン24時間優勝を果たした。2位は、ジャンルイラ・フォッス、フランソワ・ミゴール組のミラージュ、3位に、アラン・ド・キャドネ、クリス・クラフト組のド・キャドネ・ローラが入った。シルエット・フォーミュラ勢は、ワークスのポルシェ935が4位に入り、クラス優勝。 1971年以来のルーマン2勝目を挙げたバン・レネップはこのレースをもって引退した。ありがとうございます。